よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。まあ、いい流れでヒットが続いたので、思い切って初球から行きました。右のツーシームと左のカットを意識して多く投げたので、まあ、それが差し込めれたので、まあ、やりたいことができたのかなと思います。自分が投げるゲームは勝ちにつながるようなピッチングができれば